上げて売れるで。多分売れると思いますけど。まだしてない。出す前にお客さんが直接買いに来て、みんなお買い上げして、茨城スク買い上げになったお客様はまた茨城スクくださいって、見えるんですよ。結構柔らかい果肉がこう柔らか、途中から見ても柔らかいから、ね、糖度的には特別なことはないと思うけど、美味しいのに全体は。今年2年目なんですけども、これは2年目、はい、あ、十分でこれですよね。もなかなかとちおとめが結構簡単に作れるんですけど、これなかなか難しいんですよ。何が難しい？病気に弱かったり、いろいろ栽培技術がまだ未熟なもんで、こっちは立派だ。出す茨城さん、直接直売じゃん。直売やね、で色がちょっと白いと売れないんですよ。だから完熟にしてやってるもんですと、ちょっとその明るみ具合のバランスがちょっと難しいんですよ。まあ知ってるんですよ。ただあんまりあんこは本格的に食べないで、動物汁ちょっと食べるだけだと。いちごも何個ぐらい食べるんだこれ。いや、いちごは食べ放題ですから、きっと2箱ぐらい食べちゃってもいいんですよ。これ食べ放題。はい、茨城市限定いちごもあるって。これ安いね。そう、安いですね。2,30 件に増やったらそうですよ、ね、なかなか、ね、後継しかなくて危ないです。いいものを作ってもらって、それで売ってくればね。で、食べ方なんだよね。それで逆に食べてると本当に美味しい、最後の味が美味しい感じになるって。まあしかし茨城市の大臣は評判いいから、いいものを出してもらって、我々も出しやすいと、他人でも押しやすい。頑張ってます。こちらのいちごは茨城県オリジナル品種で、茨城キスっていういちごですね。去年あたりから私どもの石岡市八郷地区で栽培が始まりました。特徴としては果実が大きくて、甘みたっぷりで、とても食べやすいいちごになっております。茨城県の方でね、開発していただきまして、このような素晴らしい味のいい美味しい茨城キスができましたので、こちらをね、私たちは重点的に栽培いたしまして、皆さんに美味しく召し上がっていただきますよう、PR したいと思います。はい。